どうも、ローストビーフです。ということで、とりあえずまたコメントの方から、まずドラゴンバスターさん、ありがとうございます。クリ80個しかないので10連迷ってる。今回限りは引きたくなる。なるほど。まあ、クリ80個しかない。まあ、今回ね、初回25がないのがちょっとあれなんですけども、ただ、まあ、2倍みたいな感じでね、上がってるんで、見た感じ確かにね、上がってる気はするな。上がってる気がするなっていうのと、まあ、後でまた言いたいと思うんですけども、アッカちゃん、彼女がね、ちょっともうね、なんつったらいいのかな、もうキーキャラっていうレベルじゃなくなってる気がする。例のあの、パズドラで、なんだっけ、極刑士だっけ、いたじゃないですか。あれになんかね、近い感じになって、個人的にはなんかなってる気がするんでね、ちょっと怖いんで、ちょっと引いた方が、まだあんまり、まあ、ちょっと引けなかった場合もあれなんで、引けなかったっていうか、ね、出ない場合もあるんで、ちょっと怖いんで、言いづらい部分もあるんですけど、なるべくもしかしたらいい、少なくとも金率はね、上がってるんで、悪くはないのかなっていうふうには、感じがします。ありがとうございます。次、マッキーさん、ありがとうございます。キリエ、SSR、どうだろうな。まあ、既存のね、まあ、S キャラ、まあ、もしくは、まあ、SS キャラは、まあ、当然として、S キャラも、一気に L になるっていうことならしい、ので、まあ、そういう意味では可能性はあるのかなという感じは、しますね。全部に可能性はあるんじゃないかな。また人気投票とかやればまた、ね、上位は、ほぼ確実っていう感じはしますけども。で、美里さん強い。あ、彼女強いね。あの、ハイフシンジ君がかなり目立ってましたけども、火の特攻、まあ、ルールいる人にとってはちょっとあれかもしれないですけども、俺の場合いないから、そういう意味で、ね、1円目からね、最近あの、なんだ、やんなきゃいけないみたいなのあるじゃないですか。一戦目で、なんか毒放ってくるから、ここでもう倒さなきゃいけない。毒なり、弱体化してくるから、倒さなきゃいけないっていうことで、一戦目から攻撃できる、アタックできるってやつがね、必要になってくる、場面が結構増えてきてるんで、そういう意味ではね、ミソさん、非常にいいのかなっていう感じがしますね。SS もね、強いんで、いいかと思います。ありがとうございます。次、直屋さん、ありがとうございます。オランダおめでとうということで、あ、そう。動画ね、ちょっと後、これも後で言おうと思ってたんですけども、動画最近ちょっとね、遅くなって、申し訳ない、です。ちょっとね、ムービーメーカーがなんかね、クソみたいな、もう最近クソってばっかり言ってますけども、なんかちょっと遅くなっちゃってね、なんか、いつもなんか30分とかで終わるところがな、2時間くらいかかっちゃって、あれちょっとどうにかしんないかな。なんか Windows のアップデートがもう最近、ダメだね。あれ、ムービーメーカーも、なんかダメになってくる。ちょっとね、あれですけども、オランディなんとか終わったんで、あれね、動画、見ていただければ、まあ、終わったっつうかね、クリアしたって言い方、まあ、おかしいんだけど、まあ、クリスタルも使えなくってるからね。あれ、ラストですら3個だから、他の15のとこ以外でも、まあ、2個使っ、15の321も2個使ってるし、1個ずつ、222でクリアしてるし、他の14とかもクリ使ってるから、もう、もう強引ちゃ強引なんですけどね。まあ、そういうとこ確かに動画上げときゃよかったかな。もう、相当使いましたね。ただ相当つも20個以内には収まったのかな、おそらく15、6個かな。まあそういう意味ではね、すぐ次のなんだマップね、あれに行けるっていう意味では、よかったなかなという感じがします。ありがとうございます。次、動画の方で、小谷力さん、ありがとうございます。10連2回で L 悪化2枚、ふざけんなと。すごすぎでしょ。10連2枚、2回で悪化2枚。いやー、悪化ちゃんがやっぱね、欲しい。っていうかもう欲しいっつーかね、もう悪化ちゃん、なんで持ってないのみたいな感じになってきちゃうからね。ちょっとこれね、当てとくべきなんだよなー。なるほど、羨ましい。欲しい。絶対に欲しい。羨ましいですね。なんで当たんのかな。で、次、サトシさん。ありがとうございます。オーランディ終わると暇っていうことで。確かに、まあ、他のね、もう6つマップないですから、まあ、そう、あと、プラスね、イベントも、まあ、ちょっと前まで腐るほどあったんですけど、今もうこの、スザクのやつしかないですから、まあ、終わったった、まあ、コイン集めて、まあ、覚醒用アイテムになりますからね、あの、コインは、ガチャで出てくるやつらも、そういう意味では、まあ、集めてもいいのかなっていう感じがします。単発で悪化出ましたと、ふざけんなと。出てくるわけないんだよ、それが。どんなん出てこないんだよ、本当は。もうなんで出てくんのかな。みんなはね、おかしいんだよな。まあ、とりあえずおめでとうございます。もう、悪化はね、もう後でもういろいろ言いたいんだよ、本当に。次、長田さんかな。変換一旦もいないのは怖いですね、ということで。あれですね。なんだっけ、スザクのラストかな。黒木場級。あれ、変換なしで行きましたから。あれ確かに怖かったね。ただね、あれね、
変換入れちゃうと、変換のアタッカーがいないから、まあ、白猫はいるにはいるんですけども、それとガーネとか、あれと比べちゃうと全然火力が違うんで、ちょっとね、白猫も入れられない状況だったんで、ちょっとね、変換確かに一体もなしってのは怖かったね、非常に。ただなんとか、クリアできたんで、よかったなという感じはします。今回のやっぱゼズはすごい難しいね。非常に。うん。で、次、田中翔太さん。ありがとうございます。絶級でもメダル落ちない時がありますよ。まあ、あるらしいですね。まあ、上の9ね、狙って、まあ、確率的には上の9は、出るあれなんですけども、もう少しなのに、ということで。俺ね、ツイッターで確か上げたかな。上級でね、5枚落ちたんだよな、コインが。めちゃくちゃ落ちた。ただ、まあ、上級、なんかね、封印級が一番出にくいな。とか、多分、効率的な封印級が一番、なんか悪い気がするな。まあ、上級か、もしくは、いけるなら黒木場級、という感じがしますね。ありがとうございます。次、神子、上ゆず、浦葉さん。ありがとうございます。10連で金6枚。おぉ、エル、キワム、キシャラ、リティカ、ほかと、単発で八千代。あー、すごいな。なるほど。キワム。あれもなんかすごい火力出せるらしいね。なるほど。キシャラって来てるから相当な赤が強くなってる感じじゃないですか。ヤチオもいるしね。ジャイアントカプリコ。濃昏できなかったな。あ、アイスのみのやつか。ジャイアントカプリコ。あれ、何気に難しかったよね。あれ、俺あげたっけ、動画。なんかね、あげたような、あげてないような、ちょっと記憶にないんですけど、確かにあれ難かった。俺、濃昏で行ったかな。最初の時はね、濃昏できなかったんだな。確かに、ね、すぐ復刻して、その時に、ね、できたような、できなかったような、ちょっと忘れちゃいましたけど、確かにあれね、何気に難しかったな。まあ、リコちゃん、プラス、まあ、アイスの実がすごい優秀だったから、そっちばっかりにみんな目いってて、ジャイアントカプリコあんまり、目あんまり集めてる人は、いなかったのかな。なんか復職ですげえ、回復できるとかだった気がするんですけども。ありがとうございます。次、吉田誠さん。ありがとうございます。カインと時をおめでとうっていうことで。カインはね、まあ、時をはちょっとね、進化できないんで、進化できないというか、モグラがね、あれなんでちょっとあれなんですけども、カインはもうすぐ進化させて、もうオーランディ、まあ、草木クリアしましたって言いましたけども、もう大活躍だね。彼いなかったら、土地元やけど道中の、タービンのもクリアできなかったから、プラス火力もすげえからね、やつは。で、これで全属性のダメブロ解除揃いましたねって、よく見てますね。すごいよく見てますね。確かに揃ったんですよ。水は、誰でしたっけ？カオルくん。カオルくんで、で、炎は今回の、時岡。で、雷は、カイン。で、ね、全部集まったんだよな、これが。まあ、ダメブロしてくるやつは、ただね、こいつ誰だっけ、この時岡、こいつエルカしねえとダメブローあれ突破できねえから、ちょっとまあ使いづらいは部分はあるんですけども、なんかね使いづらいね。今回のエルドも強いね、強いけども、でカインでだいぶオランダ楽になりますよ。そうなんだな。てかカインいなきゃどうせあれなんだよね、神って言われてるね、彼と、あともしくは誰だっけ、大仏じゃなくて仏像を用意しなきゃいけないから、そういう意味ではまあ良かったのかなという感じがします。もうカインさえいればね、もうご両親でいけるからね、クリスあれば。ありがとうございます。次、ポラ2483かな。ありがとうございます。50連してスミオ以外当たった、すごすぎでしょ。なるほど、アッカちゃんも当たったっていうことか。すごいですね、50連して当たった。今回の新作っていうか新キャラいくつだっけ、5枚、5枚か6枚くらいか。いいですね、まあ、やっぱ確率は上がってるんだろうな、おそらく。結構やっぱ確定で限定精霊っていうのは結構よく見ますから、まあ、そういう意味で上がってるのかなという感じはしますね。でいつか総合してもらうよう頑張って育てます。非常にありがたいんですよ。総合ね、これ限界があるからね、そう、なるべくね、総合したいんですけども、順番にやってってるんでね、もう誰が誰だかもうよくわかんなくなってきちゃうんだけども、これ、なるべく順番に古い人からか、総合、していっているんで、まあ、それ以外でもこういう風に動画、もしくはツイッター、まあ、ツイッターよりも動画の方がコメント、していただいた方が個人的には分かりやすいんで、動画、でもどんどんコメントしていただければ、お返しするんで、ありがとうございます。お願いします。ということで、次、ちょっと、なんで消えちゃうの？次、シモン・ドモン・フォールさん、ありがとうございます。50も集まった、タモンさん、たまった、ということで、おいいですね。あれ、50も集めんのね、結構大変なんだよ。見るとね、結構集まってない人多いね。何気にね、やっぱ大変なんだよな、あれ集めんのが。
で、プライマ、リンカ、マリ2枚、リースってゴリ押しだけど、サブクエスルーと。なるほど。サブクエ、まあ、魔族のやつかな。確かに、あれ、俺も、あれ、ニコンだったかな、何コンかした気がするな。あれ、一度でやるのは無理だ。今回、まあ、揃ってるのは別ですけども、ちょっと一度でやるのは無理。プラス、魔族で、術師、魔族はわかるけど、術師でね、術師は確かに強いのいっぱいいるけども、アタッカーがいないからダメブロがね、突破できなくなっちゃうんだよな。ボス戦で。そういう意味で非常にね、厄介な、なんだ？サブクエでしたね、今回のゼツは。いや、もういやらしいね。魔族はそもそも持ってない人には持ってないですからね。アスモもね、俺の場合もまだ S とかだから、持ってない人は持ってないから、非常にやりにくかった。ありがとうございます。次、言う？ゆうすけさんかな、ゆうすけ K さんかな、サジュゲットおめでとうということで、まだ10コイン15枚ですけども、今回のガチャで出たラトトを組ませたいと。なるほど。やっぱコインやっぱ集めるのがまだなかなか大変なのかな。やっぱ、まあやってても集まらないですからね、なかなか上の9ね、まあ、ゼツやっても0枚でしたっていう、あれも見るから、まあ、そういう意味ではなかなか、大変なのかな。まあ、プラス、まあ、今ね、通常クエスト、魔力ゼロ期間、魔力ゼロじゃねえや、半減期間ですけど、なるべく朱雀の方が時間が、っていうか期間があるんでね、そっちの方がもしかしたら先に、やった方がいいのかなっていう、感じはします。ただ進化素材が、そうなんだよな、もう進化素材もあるしさ、もう大変だな、これ。もう進化素材、おかしいでしょ、あの進化素材。モグラ。強すぎだからね。もう信じられない。とてもじゃないけどね、もう、L でもう出てほしいよね。図鑑埋まんなくなっちゃうけども、もう L で出てほしい。ぶっちゃけ。もう SS で出てこられると嬉しいけど、図鑑埋まるけども、もうげんなりするね、今の段階だと。モグラ出ねえのに、できねえ、進化できねえじゃんってなっちゃうからね。ありがとうございます。次、翼さんかな？ありがとうございます。サジおめえってことで。あと10枚くらいでサジを会えます。もう、けどもう40枚くらいか。あと、並べ替えもね、結構たまにね、おかしな問題とか分かんない問題出てくるから、失敗もしたりするから、なかなか集まんなかったりするんだよな。そういう意味で確かに、何回回っても確かに、集まらないね。普通にね、愛用順で並べとかだったら、あれですけど、なんかね、デビューした分、順とかなんか、全然知らねえのが出されるとね、もう答えられませんからね、あれは。そういう意味では非常に、うざいです。ありがとうございます。次、B 安部さんかな？ありがとうございます。時代あたりですよ、おめえってことで。あ、時代は、赤の初めてのダメ風呂解除。らしいですね。なんか噂っていうか、今までのあれを、統計を見ると。そういう意味では、まあ、今回のゼスとかもね、非常に役に立つから使えるのかなっていう感じ。ただあれ、ダメブロ解除って、スキル反射の、あれかな？スキル反射で食らっちゃうのかな？ちょっとやったことないから分かんないですけども。まあ、今後ね、多分ダメブロね、やってくる敵が、黄色か、やってきたとしたら使うと思うんでね。そういう意味では。まあ、リーダーに、しといた方が皆さんに、役に立つのかなという感じがします。ありがとうございます。次、白間拓也さんかな。ありがとうございます。アッカ当たりました。おー、いいですね。隠しクエストあったんです。知らなかった。ただコイン50枚大変そう。あれ、これ隠しクエストって書いてなかったっけ？なんか、50枚集めたら、みたいな。書いてなかったんだっけ？これって。知らなかった。スザク。書いてないのか？書いてある。まあ、書いてあるっていうか、ガーディアンコイン。まあ、コインですね。上級以降のクエスト道中の並べ替えクイズを正解した際、宝箱から低確率で入手可能です。さらに、確かにさらに、点々点って書いてあるから、なんだ？正確には書いてない。出てくるとは書いてないですけども、まあ、意味深的な感じで、なんか匂わせるような感じでは書かれてますね。まあ、こんな小さく書かれてもね、わかりづらい部分もありますけど、まあ、早めにね、のコイン集めちゃって、もう、ボス自体はあの子は弱いんで、さっさと手に入れましょう。ありがとうございます。次、犬猫さん。ありがとうございます。モグラの難易度おかしい。そうなんだよ。もうあれ難しすぎ。ちょっと動画ね、見てくれたらわかると思うんですけども、
まあ、もっとね、もうクイズ正解しろよ、もっといいメンバー持ってねえからだろっていうもんな、そういう話なんですけども、だから素材っつうことをね、考えてほしい。もう絶対集まんねえじゃん。普通のさ、封印級とか Z のイベントじゃねえっつうの、精霊をね、手に入るんだったらまた別だけども、素材だからね、何周もしなきゃいけないのに、あんな難しかったらさ、もう周回したくねえじゃん。経験値も全然手に入んねえしさ、なんなんだよ、あれ、もう。ふざけてるじゃんね。まあそういう意味ではもう、難易度下げんのかな、下げるか、もしくは、もう配布してもらえると、メイトでは出さねえ気がするな。なんか、もう、どうなの、魔導杯でもなんか上の、なんだ、10万ポイントとかそのあたりでも出してきそうだな。まあわかんないですけども。まあとりあえず欲しい。なんで木のね、S プラスはもうガンガンメイトで出すくせにさ、なんでモグラこんな難しいんだよ。配布もしねえし。まあ、SS は配布したけどもね。そういう意味はちょっとおかしいなっていう感じはね、未だにします。ありがとうございます。次、K? SK 山口さん。ありがとうございます。無課金なのになんでそんな栗あるの？まあ、確かに栗、めちゃくちゃあるんですけども、これはね、まあ、ケチっていうのと、あともう一個は、リセマラじゃなくてなんだっけ、次元か。あれ、ちょっと、ま、グレーっちゃグレーなんだけど、確かに動画ね、上げた気がするんだよな。コメントでね、お返しした時、URL 貼った気がする。もしかね、俺の、なんだっけ、これ、黒猫チャンネルだっけ、これのね、再生リストの中にね、次元のやつが確かあるはずだから、それをね、見ていただければ、なんで栗が、あれを、なんで栗が増えてるかっていうのがね、分かったり、しますって、もう分かってるでしょ。あれです。ただ最近あんまやってねえな。もう、あっちめんどくせんだもん、あれ。まあそれですね。ありがとうございます。最後、ツイッターの方で、磯崎元樹さん。ありがとうございます。10連引いたら9枚金だった。すげえな。うち7枚がウズセレの初セレ。運がいいですね。9枚。まあ、9枚。確かにすごいね。まあ、俺も確か5枚とかだと半分金っていうのが大体結構来てるから、まあ、ただそれでもやっぱ9枚金っていうのは、テンション上がっちゃいますよね。しかも7枚がウィズゼレの初精霊。羨ましいなぁ。俺も飽きたいけどもね。まあ、なんかすげえ最近いい試合ばっか出てくる気がするなぁ、もう。いい試合、いや、いいけども、ちょっと早くエル化してくれよ、もう。アスカとかはさ、いろいろいるけども。そういう意味ではね、もう普通は既存のエル化をしてくれ。いや、だどうかな、エル化するとやっぱモグラが必要になってくるのか。うわ、これもう板挟みだな。もう進化してほしいけど、してもらってもできねえっつうのが出てくるのか。うざ。もうなんなんだよ、マジで。うぜえな。ということで、皆さんコメントありがとうございました。ということで、お知らせはただないんだよな。ないんで、まあガチャかな。まあ、悪化欲しい。もうね、悪化がやっぱね、壊れてるな、やつ。強すぎる。もう尋常じゃない。これ。なんなの？強すぎでしょ。もうね、これ、レジェンドモードになるまでも早すぎるし、で、90% とか、これなんなのこれ。やばすぎだしょ。これもしかしたらね、ちょっとやばい、なんかね、匂いがするんだよな。去年のね、バロンさん。夏バロンさん、が、すげえ強かったじゃないですか。7問連続で、ね、バイキルと、あれで結局また同じようなやつがすぐ出るのかなと思ったら、だいぶ長い間ね、あれ夏バロンさん最強説が半年以上ぐらいは続いて、結局同じようなのは出てこなかった、ですから、その今年、その日、去年中か、にはまあ雷のね、見破りのロリッコ5問連続か、あの子はまあ確かに近い部分はあるけども、そこもほぼ同じような性能までは、同じ性能までいかなかったから、そういう意味ではこの子もしかしたらね、もうこの子と同じぐらいの、性能のやつがね、だいぶ最近出てこないようなね、気がするんだよな。個人的には。だから今回当てるしかなくなっちゃうんだけども、ただ出てこねえんだよな。もうそればっかりやっちゃうとね、もう、クズキャラばっかりになっちゃうんで、ばっかりになるともうクリなくなっちゃうんで、まあ、今回も、まあ、ワンクリかな。ワンクリでね、これ、アッカちゃん出たって子いるから、人いるから、俺もそれにあやかれます。ということで、行きましょう。うん。まあ、最低金だな。最低金。最低金なら、まあ、よくねえけど、まあ、いいでしょう。頼むわ。
赤、うわ、赤か。お、金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 。おい、またかよ。ふざけんなよ。マジかよ。もういや当たりだけどさ、いや2枚目あーもうマジか、もういや嬉しいけどさ、もうまあこれ雷だったらユッカちゃんじゃねえ、アッカちゃんだった可能性が、いやー残念だな。しかも進化できねえしさ、これどうなのこれ、合わせちゃっていいのかな、もうわかんねえ。もうちょっとね、男に好かれるのは、まあ時代も強いんだけどな、強いんだけどもちょっと違うんっていうか、持ってるっつうのはちょっとやっぱあれなんだよ、持ってなかったらウォーってなるけども、嘘でしょ、こんなそんな引いてねえのにまたかよ。つうことで、コメントをお返ししましたっつうのと、マガチャ一回引きましたっつうお知らせでした。